tout le monde, c'est Maya. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact, épisode 250. Sur ce, bon visionnage!船は用意できたで。場所は地図に印つけといたから確認しといてや。それと食料と水を用意しとき、備えあれば憂いなしって言うやろ。うん。でもせっかく帰ってきたんだ、もう逃げたくない。それに小舟一つで雷雨に挑むのは無謀すぎる。せやけど天領奉行に捕まっても結末は同じや。遅かれ早かれここにも天領奉行が来る。悠長に。すまない。本当に奴らがここまで来たら早々に逃げるよ。君に迷惑はかけない。謝らんといてや。万が一の状況になってもうちがどうにかしたる。ほんまに天領奉行に追い詰められた時は迷わず船へ逃げるんやで。うん、絶対に捕まらないようにするさ。でもこのままじゃ稲妻に帰ってきたのはとんだ無駄足だ。こうまでして稲妻に帰ってきたのにはなんか理由があったのか。昔の僕は稲妻が嫌いでこの国を離れたんだ。でもそれは責任から逃れるためだった。そのことに気づいてからずっと心がモヤモヤしててね。稲妻に置いてきたものを思うと、いやもう手遅れなんだ。心残りを埋めようとした結果がこの有様ってわけさ。そっか。オイラたちがもっと早く相談に乗ってれば。ほんま、鎖国なんてなければええのに。大丈夫や、せかしたりせえへんから。あんたが決心するまでもうちょい時間を稼いだる。天領奉行、天領奉行が邪魔せえへんかったらどうにかなるのに。あ、嘘や、常連さんの中に老夫婦がおったな。確かそこの息子さんが天領奉行のお偉いさんやった気が。とりあえず会いに行ってみるか。どうにかなるかもしれへん。でも通報される可能性もないか。心配あらへん、めっちゃいい人やから大丈夫や。あんたは部屋に隠れとき、うちらがパパッと行ってくるさかい。さあ急ぐで、時間があらへん。あかん、まだ花火と花火の材料と注文がぎょうさん残っとるんやった。父ちゃん、父ちゃん。ふう、まあええか。父ちゃん、うちが短冊を書いたるから花火は任せたで。さっきなんでオイラの言葉を途中で遮ったんだ。今のあいつに必要なもんは答えやなく時間やさかい。どうしたら料理の腕が上がるんだろう。
将軍様はきっと考えあってのこと。焦ることないよ。おばあちゃんにはまだ話せるものだから。あら、よいミヤちゃん。いらっしゃい。どうぞ上がっていって。お隣の方はお友達？そや、遠いとこから来た旅人や。他の国から今の稲妻に来るなんて大したやつやろ。そうだったの。今は大変な時代だもんね。稲妻人として恥をかかないようしっかりおもてなししてあげないと。せやな。それと二人の花火持ってきたで。おお、ありがとう。毎年世話になるね。昔はお父さんに、今は宵宮ちゃんに。生きてるうちに長野原花火屋の次期当主を見れるといいな。大丈夫やって、まだまだ元気やんか。縁起の悪いこと言わんといて。でももう昔ほど元気ってわけじゃないのよ。昔は田植えをしたり水を運んだりしても大丈夫だったのに、今は少し働いただけで腰が痛くなるの。昨日も雑草を抜こうとしたら腰を痛めちゃってね。そうやったんか。ほな、うちが草刈りしたるで。大丈夫だよ。せっかく宵宮ちゃんが来たんだ。働かせるわけにはいかない。お茶と菓子を持ってくるからゆっくり話そう。気にせんといてよ。昔もよくお手伝いしとったやろ。最近は花火大会で忙しいけど、落ち着いたらまた来るさかい。そうそう、おいらたちにとってこれくらい朝飯前だ。遠慮するなって。まあ本当にいい子たちね。うちのことは大違い。いい年して結婚もせず家にも帰ってこないのよ。それじゃあお言葉に甘えて手伝ってもらおうかしら。それと草刈りの他にも、この大根漬けを村の向こうに住んでるサトルさんのとこまで届けてくれる？わかった。ほな行ってくるわ。ついてきてくれるか。じいちゃんもばあちゃんも足が悪いんや。草刈りしたら大根漬けを届けに行くで。Sick.
敵やな。これで十分やろ。ちゃん、最近調子はどうや？ぼちぼちだよ。特に変わりはない。あんたも相変わらず元気そうで何よりだ。みんなのおかげや。それに商売も順調でな。こないだリーユエに下ろした花火が大好評やったみたいで、注文が増える一方や。大変そうだな。龍之介さんと二人でやっていけるのか。無理そうだったら俺に言ってくれよ。手伝いに行くから。平気や。花火のことなら無理なことあらへん。そうそう、これ香里ばあちゃんからのお届けもんや。大根漬け。おお、ありがとう。昔は大根漬けが苦手だったんだが、香里おばさんのを食べてからその味を忘れられなくなっちゃってね。今では。家族はみんな元気か？ああ、みんな変わりないよ。たまに喧嘩もするが、家族ってそういうもんだろ。そばにいてくれれば喧嘩したっていい。離れ離れになるよりマシさ。今谷さんとこはおじさんもおばさんも仲がいいけど、子供がめったに帰ってこないからきっと寂しい思いをしてるだろうな。見た感じ平気そうやったで。もう慣れてもうたんやろな。せやけどおじちゃんが言うことにも一理あるな。これからはもっと遊びに行くようにするわ。ああ、今田村のみんなも宵宮ちゃんが来るのを楽しみにしてる。なんや、照れるな。用事も済んだことやし、そろそろ戻るか。若い子はすごいね。こんなに早く終わらせちゃうなんて。若者は体力があって、お年寄りは知識と経験が豊富。せやからどっちもどっちや。そういえば今年で夫婦生活も50年目だな。ええ、一年一年ただ前を向いて過ごしていたらいつしか50年も経ってたわ。50年？そんな大事な日なのか？50年前、母さんが俺を追いかけてた頃が懐かしい。もう何でたらめ言ってんのよ。あなたが私のことを追いかけてたんじゃない。そうだったか。まあとにかく50年前の長野原花火大会で俺は母さんに結婚を申し込んだんだ。
そして今こうして一緒に過ごしてる。本当は結婚を申し込む勇気がなくて不安な気持ちのまま長野原に花火を頼んだんだ。花火が打ち上げられた瞬間もどんな言葉でこの気持ちを伝えたらいいのかわからなかった。でも空に花火が咲いて彼女の横顔を眺めていたら、その目に映る光がキラキラと綺麗で、気づいたら自然と言葉が出ていた。そして幸いなことに俺の申し込みを受け入れてくれた。この50年長いようで短かったわ。あっという間だったわね。共に歩んできたこの50年、ちゃんとお祝いしないと。50年の節目やって知ってたらもっと豪華な花火を用意しとったのに。大丈夫よ、昔のままの花火で十分。毎年花火大会で同じものを見てきたから、逆にそれじゃないと寂しいわ。花火を見るとあの日のことがよみがえるの。こんなおばあちゃんになったけど、過去の自分の判断に一度も後悔なんてしたことない。本当に仲がいいんだな。そうだ、俺たちのことはさておき、今は花火大会で忙しい時期だろ。何か用があったんじゃないか。あんな、実はちょっと言いづらいんやけど。作次郎が帰ってきたんだな。え、知り合いやったん？うちの子の幼馴染なの。小さい頃はいつも二人で遊んでたわ。お互い隠し事なんてないくらい仲良しで、一緒にいろんなところへ行ってた。だけどある日すごい口喧嘩をしてね、それっきり。あの頃の作次郎は外の世界に憧れていた。稲妻はあの子にとって平穏すぎたんだろう。けどうちの圭介は小さい頃から俺たちみたいな穏やかな暮らしに憧れてた。子供というのはひょんなことから大喧嘩をする。作次郎はたった一人でここを離れていったよ。そうやったんか。圭介は何も言わないが、俺と母さんにはわかる。あの子は悲しんでるんだ。それなのに本心を口にできず苦しんでる。意地になってるのかもな。その後圭介は天領奉行に入り、めったに帰ってこなくなった。他のことなら私たちが圭介に頼めば助けてくれるとは思うけど、作次郎のことになると難しいだろうね。作次郎に帰ってきた理由を聞いても、過ちを犯したからとしか言うてくれへんかったけど、そんな過去があったんやな。あいつの決心がつかへん理由がやっとわかった。幼い頃は親友だったのに、今は天領奉行と、その天領奉行に追われる身になってるなんて。わかった。それなら無理に頼んでも逆効果やろな。作次郎はうちらで何とかする。だから二人は気にせんといて。
この件は作次郎と圭介の2人で解決せなあかんと思う。元通り仲良くなってくれるといいんだけど。もうこんなにも時間が経ってるんだ。過去のいさかいもそろそろ水に流すべきだろう。どうしたらええんやろ。ひとまずこのことを作次郎に伝えに行こうか。Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu.
Abonnez-vous, mettez des likes et activez la cloche de notification. Ciao tout le monde.